京の台所と称される錦市場、外国人観光客にも人気のスポットです。こちらのお店は高級オリーブオイルを使った揚げたてサクサクの揚げ物が自慢。外国人には焼きもろこしがたっぷり詰まったこのコロッケが人気ナンバーワンなんだとか。しかしこの店埋まるぐらいの団体の方らがもう何十組もこう来られて、もうすごいこう回転はしてたんですけど、今年はやっぱりこう少ないなっていうのがやっぱり印象的で。京漬物を扱うこちらの店で聞いてみても、台湾とか中国の方になんか人気が今あるとか言って金貨、それでちょっと置かしてもらったりしてます。10人ぐらいの団体さんがバーッと入ってこられたりとか、前はそういうのは結構ありましたけど、今そういうのはあんまり お見受けしないですね。だいたい2人とか。先月中国政府は団体旅行を解禁。関西の観光地もかつてのような爆買いを期待したいところですが、中国からの団体客の姿はほとんどありません。こちらは京都市内のホテル。中国人観光客の予約は個人でのお客様っていうのが増えてきたなという印象です。もう少し団体のお客様来ていただけるかなと思っておりましたけれども、希望数よりは少ないかな。団体から個人予約にシフトしているのかなっていう印象を我々は思ってます。台湾や中国の旅行客を中心にツアーを販売する旅行会社は、多分入ってくるのは個人客だけだと思うけどね、うちもその前に受けているのツアーも方法処理水が放出の報道になってからもう方法キャンセルされちゃったけど、周りの目が気にするじゃないかな。中国側は今の雰囲気が現時点は日本に行かないようにって、社会がそういう雰囲気になってるみたいよ。今年のもみじの時期じゃ まだちょっと無理ちゃうか。旧正月、早くでも旧正月ぐらいちゃう。